どうも、バーンです。さて、えー、本日のミーシャ氏の動向です、えー。どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> ミーシャ氏って誰やねんって、えー。最近ですね、バン TV のバス釣り関連の動画にですね、えー、コメントをしてくださっている視聴者の方です。で、この方がですね、えー 本日はですね、外来魚回収ボックスはゴミ箱ではありませんというバン t v の動画にですね、2つのコメントをお寄せていただきました。でね、えー、そこからですね、えー、やっぱりバン t v はですね、議論を深めていきたいというふうに思っております。えー、コメントはですね、えー あまずその前にですね、このね、外来魚回収ボックスはゴミ箱ではありません。どういう動画かっていうとですね、まずは動画説明欄の方にね、リンクを貼っておきます。いつも通りですね。<laughs> 失礼。ほんで、えー、ざっくりどういう内容かっていうとですね、えー、滋賀県の琵琶湖の後半にはですね、外来魚回収ボックスというのがありまして、で、この中にですね、えー、外来魚を釣って たら入れるというねそういうルールがあるんですけれども、えー、そのね外来回収ボックスの中を見てみたら釣り糸が入っていたとで、えー、外来回収ボックスはこのこれはゴミ箱ではありませんとデカデカと、うん、注意書きが書いているにもかかわらず中にね、えー、釣り糸が入っていたとで湖岸を訪れた人がですね 間違えてゴミ箱というふうに解釈してゴミを入れたんだったらまだしも、釣り人があ、まあ、わざわざですね、釣りのゴミを外来を返ボックスに入れていることがありますよ。で、その実際の様子ですね、箱をパカッと開けたら中に糸が入っていたと。ぐしゃぐしゃのね、えー、絡まった糸が入っていたと。まあ、いうようなね、動画です。で、これについてですね、 ミーシャ氏はこのようなコメントを寄せていただきました。文句言う暇があるなら自腹でゴミ箱でも置いとけよ、クエスチョン。びっくりじゃなくてクエスチョンっていうのはですね、ちょっとあのよ、どういう意図があるのかですね、ちょっと、えー、置いとけよっていうのはですね、提案ですよね。これはあの、非常にね、あの、建設的な提案で、あの、どういうのこと、 を招くのかっていうね。それは後々じっくり説明するんですけどもね。提案していただいている文章の最後にクエスチョンというのがですね、ちょっとバウンはですね、頭が悪くてうん、ちょっとこれをどう解釈すればいいのかなっていうふうにですね、ちょっと今、ずっと考えているところなんですよ。皆さんどうですかね。えー、これこれ、こうしてはどうでしょうかというふうに、えー、提案の 文章の最後にククエスチョンマークこれはね難解ですよね。ちょっとあの、まあ、ちょっと僕の脳みそでは理解ができなかったんで、まあ、とりあえず提案というふうにね、まあ、解釈いたしましょう。で、外来を回収ボックスはゴミ箱ではないわけですね。これはもう確定です。で、やっぱりあの釣りをしていて、やっぱりゴミってね、やっぱ出るんですよ。えー、ワームの袋とかね。 えー、それから、お、え、も、ー、り、シンカーの袋とか、あとそれから、えー、割れてしまったあルアーとか、えー、もう使い物にならなくなったワームとかね。で、えー、針がこう、もうめげてしまったようなね、えー、針とか、まあまあそういう、まあ、釣りのゴミってまあまあ出るんですよ。で、えー、糸が絡まったらね、もうそれもまあ捨てちゃえということになろうかと思いますし、まあ、釣りのゴミを、 えー、ま、要するにですね、外来を回収ボックスがあるとこっていうのは、要するにポイントなんですよ。ポイントっていうのは釣りのやってる人だったらね、ご存知の通り、えー、釣れる場所っていうのをポイントって言うんですよ。で、えー、要するにね、の外来を回収ボックスあるとこ、そこはね、釣れる場所なんですよ。で、そこに、まあ、釣り人が来て、えー、どうせゴミが出るんだから、ゴミ箱を、 外来魚回収ボックスの横に置いといたら、その湖岸がですね、綺麗になるんじゃないかっていうね、こういう提案ですよね、ミーシャ氏の提案は。さて、これ、どうかっていうところですね、今日はですね、じっくり解説していきます。でね、実際これも、あの、経験があります。VanTV は。もう15年やってきてますからね。当初、外来魚回収ボックスの近くに、ゴミ箱は置いてました。 置いてたんですけれどももうねあっという間にそのゴミ箱はいっぱいになってで溢れてそのゴミ箱の周辺にゴミがバーってなるんですよ。で,、えー、で実際そのゴミ箱の中のゴミもそうですしゴミ箱周辺に散らかったゴミは誰が片付けるのか誰がゴミ出し毎週するのかって言ったら僕なんですよ。 まあえー、でね毎週やってたんです10年ぐらいやってたんですよそれでねゴン箱があるから湖岸にゴミが散らからへんっていうふうに思い込んでいたんですがあ,ある時ですねの京都市の事例をね見たんですよ、えー、京都市にはですねあの鴨川っていうね川が結構大きな川があってで京都市が段階的にこの鴨川に河川敷 の、鴨川にある、の、鴨川の河川敷のゴミ箱を、うん、段階的に撤去していったんですよ。で、その実験結果がですね、非常に好評だったんですよ。好評っていうのはですね、の、環境が良くなったんですよ、逆に。ゴミ箱を撤去したらですよ。これは、あの、えー、この京都市の事例を、バンテ v ビ考察したんですよ。えー ゴミ箱があるとゴミがゴミを呼んでいたんですよ。で、えーまあ、京都市の、まあ、その事例ですねゴミ箱を撤去したらですね、まあ、ついでに捨てといてねっていうふうにねあの家庭から持ってくるようなゴミもなくなってで、えー、もうね前はひどかったんですよついでに捨てといてねっていうゴミがですねあの家庭のゴミだったりだしじゃ大型ゴミまであったりとかね、まあ、そういうような状況がね 実際にあったんで,すよで,、えー、でその大型ゴミどうすんねんとうちの団体の基金使ってごあの、まあ、ゴミ処理したこともあるぐらいだったんですよ。で、えー、でですねの京都市の事例を踏まえまして、えー、京都市の事例はですねゴミ箱を撤去したらゴミが少なくなったっていうね実証結果が出たんですよ。 でこれはあのもう実証なんでねもうあの根拠とかあの理論的な裏付けとかでそういうんじゃなくてもう,あのもういきなり結論が出ちゃったんですねであそういうことなのかというふうに思いましてですねでそもそも河川敷にゴミ箱を置く,置くっていうこと自体がそもそもねグレーなんですよだって河川敷っていうのはね公共の場所であって でそこにねゴミ箱そ,のそもそもゴミ箱誰のゴミ箱やねんっていうことになりますしで実際、えー、と環境保全活動をしているうちの団体が、まあ、実際にはゴミ捨てしてたんですけれども、えー、そのゴミ箱をえっ、ーえー、とね、まあ、うちもね試しに撤去してみたんですよそしたらついでに捨てといてねっていうゴミがピタッとなくなったんですよでえっ、ー、とね たまに、あのね、もともとそこにゴミ箱があったやろっていうふうに思われてる方が、まさにそのも、昔あったゴミ箱のとこにね、ちょっとレジ袋を置いていかれるっていうことはあったんですけれども、それを差し引いても、それまで便乗でついでに捨てとていてねっていうふうに、えー、捨てられたゴミよりもはるかに少なくなったんですよ。つまりどういうことかって言ったらですね、環境が良くなったんですよ。<laughs> えー、この点についてはですね、えー、おそらく、えー、バンティビーの視聴者様であるガラ嵐様の反論,反論があるかと思うんですけども実証で、えー、実際にゴミが減ってしかもしかもですよ、えー、その周辺にゴミ箱周辺にゴミが撒き散らされていたかというとそれも逆に少なくなったんですよ。 で、あ、これは、あの、もう、ゴミ箱なしやな、というふうな結論で、まあ、今まで来てるんですよ。まあ、ところがですね、あの、もうちょっと付け足して、正確にね、情報をお伝えしますと、まあ、こ、この、あの、バン TV の、えー、バンのね、えー、近くの浜のことをご存知なだったら、まあ、よくご存知だと思うんですけれども、あのね、バン以外の人がですね、ゴミ箱とか、あと、ゴミの一時置き場を、 置いておられる、まあ、ケースがあって、えーまあ、それについて、えー、ちょっとどうしたものかなというふうには思っていますただ、えー、そのゴミ箱はねえー、とそのいつもあの浜の手入れをね、えー、してくださってる、まあ、ご婦人がいるんですけれどもそのご婦人 の、ゴミ、そのご婦人があの集めたゴミの一時置き場っていう位置づけが大きいんですよ。なんですけれども、ちょっと最近ちょっとそのご婦人あんま壊られないんで、もうちょっとまた、あの、まあ、年末にね、えー、一斉にこう、もうクリーンにしてしまおうかな、というふうにも思っていますね。えー、で、何が言いたいのか。えー、このミーシャ氏ですね。 自腹で、そもそもね,あのね、自腹でっていうこと自体ありえないんですよ。なぜかって言ったらですね、あのね、小岩漂着物ってあるんですけども、結構ゴミ箱がね、流れてくるんですよ、これ。あのね、だから、のま、えっと、プラスチックトレイみたいなね、えー、そういうものはですね、えー、まあこれちょっと、 えっと、落ち葉集めに使えるかなっていう風な感じで何個かは取っているんですよ。でも全部湖岸漂着物なんですよ。だからわざわざそもそもゴミ箱を買うっていうことはありえないんです。えっと、まずその時点で、えー、美化活動の経験者経験は全く終わりでないということがうかがい知れますね。まあ、そもそもゴミ箱を買うなんてことは一切ないです。ゴ、え、ミ、ー、箱を はえー、とバックヤードの方にストックもまだまだいっぱいありますし、えー、まあまあゴミ箱を買わないってことはまあまあないです。で,、えー、でそれでですねの外来魚回収ボックスの隣にゴミ箱を置いていたら釣り人のね、まあ、利便性が向上してしかも周りの、えー、ゴミが減るだろうっていうねまあ言うたら希望的観測ですね。 これは、うちが実証している、うん、その実証結果には、あまあ、何、えー、て言うんですかね、まあ、そぐわないというか、あこの実証結果とは相反するものであって、えー、この人の思い込みなんですよ。ゴミ箱を置いといたら周りがきれいになる。逆なんですよ。で、えーまあ、そのこともちょっと、あの、 まあこれまあかなりマニアックなねことなんで、まあ、あのこのことをゴミ箱をゴミ箱がない方がゴミが少なくなるっていうことをねまあ把握されてないだけの話なんでね、まあ、そういうまあ実際問題そういう傾向がある以上どうしようもないんですよ、ね、だから当然ゴミをゴミはゴミ箱は起きませんでえー、というコメントがまあ一つですね でえー、まずもって外来魚回収ボックスがゴミ箱じゃないから隣にゴミ箱を置いておくっていうのはですねこれはね僕はねやめといた方がいいんじゃないかなというふうに思いますねなぜかって言ったらですねあのねこれびっくりなんですけれども外来魚回収ボックスの横にゴミ箱を置いていた時に ゴミ箱をすぐ隣に置いているにもかかわらず、釣りのゴミが外来魚回収ボックスの中に捨てられていたことがよくあったんですよ。これどういうことですかつまり。<laughs> ね。すぐ横に通常のゴミ箱があるんですよ。しかも、毎週僕がね、ゴミ出ししていたゴミ箱があるんですよ。なんですけれども、外来魚回収ボックスの中に釣り糸があったんですよ。あることがよくあったんですよ。一回二回じゃないですよ。 もうね、どういうことですかねこれ。あの、ちょっと理解に苦しむんですけども、実際問題あった以上は、ちょっと皆様にね、報告いたします。これをどう受け止めるかは、まあ皆さん次第です。っていう、まあ事実が一つありますね。で、この動画に、まだ、ちょっと MISIA 氏、えー、先ほどね、えー、コメントいただきました。 この動画の意図は、どういう意図そもそもどういう意図あの、趣旨。趣旨って言ってはったかなこの動画の趣旨は何ですかと。えー、釣り人に対するマナー改善ですかそれともあなたがいい格好をしたいだけなんじゃないですかっていうね。私は、あの、後者だと思いますがっていうね。まあ、内容的にはそういうコメントをお寄せいただきました。で、えー、つい先ほどね、バーンは、えー、コメント返しいたしました。 えー、この動画の、えー、趣旨は、えー、タイトルの通りですと外来魚開始牧草軍爆ではありませんという趣旨の動画であるというふうにねお伝えいたしましたなんかねこのミーシャ氏なんですけれども、えー、バン TV バンがこの釣り人に対してマナーの悪い釣り人に対してその釣り人をもう持って こう、なんつ槍やり玉にあげて、しか、そして自分が、僕がですね、えー、まあ言うたら、正義の味方みたいな、なんか、正義感を振りかざしてるって言ってはったかな。まあ、そういう風にするための動画なんじゃないか、ないですかっていうふうに言ってはるんですよ。これ、味方によっちゃね、えー、そういう風に捉えられる方も言いはると思います。ですけれども、あのね、 そんなんしたら何になるんですかって言いたいですよ。外来魚回収ボックス、えー、まあ、言うたらね、のバス釣り愛好家の方にとってみたらですね、本当にのバス釣りっていう文化を魚でするようなそういう公共物だという風にね、もう僕も認識があります。でしかもそのあの。 バスブラックバスがですねデデーンと死んだ状態である中にですね釣り糸がぐちゃぐちゃってあってね実際その映像があるんですよそれを見られたらようこんな動画作ってくれるなというふうに思われるバス釣り愛好家の方もおられると思いますでも僕が伝え,ない伝えたいのはですねそういう現実があるというね もうあんま言うたくはないんですけれどもやっぱりバスツリーっていうのはですねあの前にも言いましたけれどもあのもうあの右も左も見えなくなって、えー、もう何、えー、て言ったんですかねこう視野が狭くなるそしてもうそれにのめり込んでしまう。 えー、中毒性を帯びてしまうようなね趣味だというふうに思います僕もそういう時期はありました実際僕もバスつりしますよで実際今でもしますなんですけれどもあのだからといって、えー、公共の,あのものに対してですねわざと何て言うんですかね釣り のゴミやめておいたいうとやめておいてもらえませんでしょうかねっていうそういう意味合いなんですよ。外来魚回収ボックスゴミ枠ではないっていうのはですね釣り糸が,がですねぐちゃぐちゃになってその釣り糸をどうしようかなって思ってる人にとったらですねそのくらいはね把握されてると思います。もしそれでも把握できないっていうんだったらちょっともう想定外ですけれども。 つまりどういうことかって言ったらですね外来を回収ボックスの中に、えー、釣りのゴミを入れるというのはですね僕は一部のバス釣り愛好家のテロ行為だというふうに思ってますつまり反逆行為ですねえー、まあそのくらいしかすることがないのかないやまああんまり言ったらねもうちょっと魚でしてしまうんでこの辺りにしておきますけれども、えー 本日のミーシャ氏はですね、このように意見の意見提案をしていただきましたけれども、バンティーの、バンティーの方からですね、一応コメントもね、軽くは返しましたけれども、バンティーのこの表情、身振り手振りを交えたですね、動画でのアンサーということとさせていただきます。ではでは。